皆さんこんにちは。すっごい人ですね。僕らの国会リアル版というのをこの参議院議員1期6年のご報告を直接皆さんの目を見ていたすために北海道旭川からずっと続けてきたんですが、この堺でいよいよ最終回です。多分今までで一番多いんじゃないでしょうか。まあ、感染症対策に気をつけてこう通路は広く取ってあるんですが、まあ、申し訳ございませんがマスクをしたままで、お願いします。僕の方はいつものようにほとんど飛び降りる意味がないぐらいの高さですけど、なるべく皆さんの中にもう一回言いますが感染症対策最後まで気をつけながら皆さんの間に入ってお話をいたしたいと思います。いやーちょっと感激ですね。このすごい人、堺の人口より多いんじゃないでしょうか。そんなことはないです。堺は大都市です。皆さん本当に改めてもう一度ありがとうございます。ちょっとお立ちの方がいらっしゃるんですけど、どっか席隣空いてるって人いないですか。あ、いらっしゃいます。どうぞこっちへ。はい、これから明日の朝5時までかかるんで、はい。先ほど名司会の井出口太公設政策秘書が言ってくれたと思うんですけど、この堺は僕らの国会の総集編ということで、もう一つの東日本の総集編でも、まあ、東京有楽町だったんですけど街頭に出ました。今日もこの後、まあ、実際は、午後3時ですね、午後3時に質疑応答も含めて終わりまして、そしてその後堺駅の東口と言いつつ僕もよく分かってないですけど、堺駅の東口って広いですか。多分広い、はい、多分広いでしょうね。まあ、そのあたり事前に届け出をして、許可をいただいているところでやりますので、この中でできるだけ、参加していただければと思います。まあ、大体そこで30分ぐらい、そこはちょっと質問を受けできないので、なるべくこの会場で、まあ、クーラーも効いてて、聞いてるかな、はい、今日めっちゃ暑いですから、その代わり素晴らしい晴天ですから、質問はこの会場でなるべくお受けしたいと思います。さてどうして僕らの国会リアル版の記念すべき最終回が堺だと思いますか。それは市長を意思に取られてるからでしょう。違います。はい、まあ、はっきり言ってそんなことは全く関係ないです。それと街頭に出ますが選挙演説ではありません。選挙というのは公示になってから始まるんです。 NHK が事実用の選挙戦と何度も何度も言い、それに甘えてはっきり申しますと私以外の全国会議員がすでに選挙戦やってるっていうのは間違いです。はい、法律を作る国会議員が抜け道を探したり、そんなことは子供に話せないでしょう。子供に話せないことをまず国会議員からやめるべきだと思いますので、この後街頭に出たときは30分間私が歌いまくります。嘘や、はい、それやると別の意味で非難合合だと思いますから、選挙ではなく国のためにお話をいたしたいと思います。話元に戻すと、街頭を含めてなぜ最後が堺なのか、頑張れ日本女子。はい、どう思いますか。分かりません。お前の話聞きに来たのにいきなりマイク向けるなと。今の方は日本女子でありますから安全です。次は日本男児、日本男児の場合答えられないと虎狩りにします。眼鏡かけてらっしゃると
メガネに指紋もつけますが、メガネかけてらっしゃらないので、とりあえずトラ狩り。答えなかったらですよ、なぜ堺だと思いますか？仁徳天皇陵がある。あ、拍手してください。グータッチ、グータッチ。先ほどの女性もグータッチ、グータッチ、はい。その通りで、今公示になってないのに選挙活動するなということをあえて申しましたけれども、日本の本当のふるさとは実はあのおおらかな奈良も素晴らしいし、文化が深まった京都はもちろん素晴らしいけど、本当のふるさとはここ堺です、ね、はい。今スカッとした日本男児がお答えいただいた通り、この堺にある私たちの仁徳天皇陵が本当の意味のふるさとだと考えています。長年民間時代から考えてきました。それで秘書さんたちと相談の上、ここ堺を最後に選ばせていただきました。で、ブログをひょっとしたらスマホでお読みになった方いらっしゃるかもしれませんが、仁徳天皇の お子様のお一人に反税天皇という方がいらっしゃいます。反対の反に正しいと書く反税天皇、第18代天皇陛下でいらっしゃいますが、仁徳天皇陵もさることながら世界で一番大きなお墓と言われる仁徳天皇陵も素晴らしいですけど、この同じ堺市、大阪府堺市にある反税天皇陵もしんと静まっておられて、そして、私はここに来る前にこの素晴らしい日本晴れのもと反税天皇陵にお参りをしてまいりました。こんなこと言うとまたいろいろ言われそうですが、もうはっきりいらっしゃるのがありありと伝わってまいりました。その後私はどこに行ったんでしょうか。そんなことまで聞くなと、はい。これちょっと堺から逆に離れてですね、まあ、ちょっとだけ車で20分ぐらいでしょうか、大阪府の松原市にある芝垣神社、芝居たるぞの神社、違いますよ、今の冗談ですよ、みんながシーンとしてるから言ったんで、芝垣の意味今からお話しますが、芝垣神社知ってる人、もうほぼ地元ですけどやっぱ少ないですね。芝垣の意味を知ってる人、あ、ちゃんといらっしゃいました。素晴らしいですね、少なくともいらっしゃいました。あ、ありがとうございます。やっぱり立ってる方いらっしゃって、もう椅子ないですか。じゃあこの辺に寝転ぶちょっと立ってんのきついですね。あそこ司会の椅子が1個ありますよ。あ、今ね椅子持ってきてくれるみたいです。はい、ちょっとそれまで数分ごめんなさいね。話を戻しますと、まず仁徳天皇の話はいくら地元であってもきちんとこの後いたしたいと思いますが、一言で言うと天皇陛下のお考えは民こそが国の宝であると、ご自身じゃなくて、あるいは皇族の方々じゃなくて、皆さんが日本の宝であり日本の主人公だというお考えを古代から仁徳天皇はお示しになりました。その御子でいらっしゃった反税天皇は、なんと皇居がですね、ものすごく質素で塀すらなかったんです。そこで塀と言ってくれません、はい、その話を壊すなと、はい。みんながね緊張してるとどうしても、つまらんジョークを言ってちょっとこうリラックスしてほしいと思っちゃうんですが、話を戻すと塀すらなくて普通の上書きしかなかったんですよ。今この例えば反税天皇陵の周りは、まあ、見事な穏やかな住宅街ですけど、そういう住宅と同じように上書きしかないんですよ。世界のエンペラー、帝、王様、キング、そのお住まいで上書きしかないっていうところはないです。これだけ世界回ってきましたが、そしてずっとどこの国行っても日本の天皇陛下のご存在と客観的に比較するために忙しくても王宮訪ねて歩きましたけど、芝垣上垣ってあんた
中見えるでしょ普通。こんな高い上着なんか普通ないですよね。だそれしかなかったのでその名前を取って皇居の跡が芝垣神社になっているんです。今は地元の大阪府松原市の方しかお尋ねにならないそうで、今日も神官と少しお話をしてきましたけれども、本当は世界に誇る日本にはオリジナルの民主主義があるんだと、戦争に負けてアメリカの民主主義を教わったんじゃないということは言うことが今も生き生きとある仁徳天皇陵だけじゃなくて半蔵天皇陵、そして芝垣神社、それをもう一度皆さんに思い出していただきたいとも思い、そして私も、今日が19日ですからあと3日後から選挙が始まりますので、己をもう一度すがすがしく清潔にもう一度すると、身を捨てて一心を捨てて、ただ祖国と祖国の民のためにこそ選挙の試練も減るということを、半蔵天皇陛下とそして父君の仁徳天皇にお誓いを申し上げてきました。したがってそういうことを経てここに来たんですが、その前に大阪市内に6年前に選挙事務所にしたと言っても6年前も信じがたいことで、工事の2日前に突然出ることになりましたから事務所なんてとても作れないので、大阪市内の貸しオフィスを急に借りて、しかも選挙始まっても名前を売り込むことはしないというめちゃくちゃなことを言ってる候補者でしたから、ほとんど何も出さなかったんですよ。だから誰も気がつかないで通り過ぎる。そこをもう一度事務所にすることにしまして、赤ちゃんいくら泣いても大丈夫ですよ、いざとなったら私が抱っこしますからね。はい、話を戻すと、その事務所で内輪だけで神事を行いました。これもさっきの話とつながってるのお気づきでしょうか。けしからんことがずっと続いてますよね。与野党問わず選挙事務所開きっていうのを派手にやって、祈る必勝と書いた紙もいっぱい並べて、で例えばタレント性のある議員だったら普通にテレビも報道してますよね。これ本当に子供に見せられない話せないことだと思うんです。でも神事は必要なので、今日司会してくれたそこにもいる井出口太秘書と、そして受付のところにいたんですが入間川和美公設第二秘書、その2人と私だけで、から事務所でずっと頑張ってくれてる女性も含めて、その内輪の神事を行いました。三浦真美公設第一秘が一番知られてると思うんですが、もう一歩歩くごとに一人産みそうな感じなんで本人は来る気満々なんですけど、いやそれはちょっと大事を取りましょうねということで、彼女は今東京で、この、堺の成功を祈ってくれてるんですけど、その神官はですね、私の長い読者でいらっしゃる方が、これ堺ですから何とかご存知でしょうか、滋賀県に日暮八幡宮ってありまして、ね、これなんと1700年前のからあるずっと続いて途絶えたことがない神社で、そこの神官の方6年前はですね、マミがその岡さんっていうんですけど、ネギの岡さんに突然電話して、急に選挙に出ることになったから大阪に来てお祓いしてください、最初理解できなかったそうですが、今回はさすがにもうちょっと前に言って、ただし僕は1期6年で辞めるつもりでありましたから、それを最後に決心した後にもう一度やらざるを得ないと決心した後に、この岡和孝日暮八幡宮のネギにご連絡をいたしまして、6年前よりね、みかんとかね、おやつとか果物が多かったですよ。やっぱりちゃんと準備できたから。しかしね、ブログにも書いたんですが、何の打ち合わせもなくその神事やったんですけど、僕感激したのはですね、まずその岡ネギが、普通選挙事務所開きですから必勝とかね
選挙に勝つようにって言うでしょう。この祝詞を上げていただくときに一言もおっしゃらないんですよ、ね、そして祝詞の中身が青山繁晴は身を捨てて昼夜分かたずただ祖国と民のために戦っているという祝詞、まあ普通選挙事務所の祝詞でありえないですよね。紙一枚貼ってないし、ね、誰も来ない、まあ私たちらしい事務所開きをやりました。うちわだけで、で3日後公示になったらあそこが選挙事務所ですので、スタッフが少ないんでたくさん今日みたいに堺の人口を超える方が来られたら大変だと思いますが、ちなみに公示の後もろくな表示出さないので多分ほとんどの人が気がつかない。でも一応ガラスのところに、自由民主党公認、全国比例青山繁晴とちっちゃめのを出しますのでよかったら、気にかけてください。大阪の北区なんですが、ちょっと住所今細かく言えませんけど、大阪に帝国ホテルってあるじゃないですか、スタッフが帝国で来るところ。違いますよ、はい、インペリアルホテル、帝国ホテルから歩いて来れるぐらいのところですよね。で帝国ホテルって高級ホテルですけど、アンカー9年半出てた時の後半はあそこが重要だったんですよ。いい話は思うでしょ、んないい話でもないんや。あれアンカーって9年半やったんですけど、その前半は全日空ホテルだったんですよ、堂島の、ね、そしたら急に官邸から場所変えてくれって言われて、帝国ホテルって僕のだから選挙予定事務所と同じようにちょっと都心から外れてるんですよね。多分安いんだと思うんです本当は。皆さんが泊まると多分高いと思うけど、カンテレと契約したお金が多分堂島っていうねすごい場所にある全日空より安いから大阪帝国に移ってくれと言われたんです。で選挙事務所がそのアンカーの後半過ごしたホテルの近くっていうのは、まあ、僕にとってはなかなか感慨深いものがあって、アンカーが終わるときに私は生放送の最後に最後で言えたかな、少なくともスタッフに僕は申し上げたのはアンカーで9年半育てていただきましたと本当にそう思ってます、ね。6年前の6月22日同じなんですけど今回と、公示の2日前に大阪でこの大阪で記者会見やって、そしたらアンカーの村西理恵さんとか あるいは皆さん人気の女性人気の村西さん大人気、同時に人気の岡安ちゃん、岡安重則だっけ下の名前忘れてたっけど、かっこいい岡安ちゃん2人来てくれてたんですよ。その2人を含めてね、今日何の記者会見ですか、ね、これ実はですよ。で僕はいや急に選挙に出ることになったんですって言ったら、え何の選挙って記者団みんなから聞かれて、まあ村西ちゃん岡安ちゃん以外にも知ってる記者はいて、僕は記者出身ですし共同通信の大阪支社にもいましたから知り合いもいるんで、そうやってみんながこうリラックスして聞いたわけですよ。で僕の方がびっくりして、えそりゃ参議院選挙でしょって言ったら、あ間に合わない間に合わないってみんないくらなんかがあっても間に合わないよって、だからもう報道しないからこの会見もなかったことにしてもうやめましょう帰りましょうって本当に言われたんですよ、ね、もう僕も内心共感しましたよ、はい、それがその後どうしたかというと、もうポスター1種類だけとにかく党本部からこれあのポスター1枚もないとある意味選挙違反みたいな話になっちゃうから、違反ではないけどモラルの低い候補者であのポスターも刷らないって人いるんですよ。それと同じされちゃうから1種類だけ取ってくれって言われてですね、それは東京で取ったんですけど、いきなりその自由民主党のお抱えのお抱えって言っちゃ悪いか契約かなんかしてるその写真館でね、目が小さいから目を見開いてくださいって言われて、で僕は目が大きい小さい関係ないでしょって、生まれつきこの垂れ目なんで
って言われたけど、もうなんか懇願されるんでこうやって目見開いたんですよ。目見開いたらね、今度は怖いって言うわけで、笑えって言うから、もう見開いて笑ったらですね、なんとも奇妙な顔のポスターになりまして、それでも、うん、少しどれぐらい吸ったのかな、とにかくお金も何もないですから、ちょっと吸って旭川で急に貼ってくれたりしたそうですけど、あとは遊説だけです、ね、これあ、持って貼る人がいるわ、ちょっと借りていい？これ見事にいい感じでボロボロになってますけどこれやこれこれよう持ってはったね。これ目見開いてこうなんですよ。全然広がってないよね。でこれもね、無理に笑えって言われて、はい、それで本当これだけなんですよ。そしたら申し訳ない、実名で言うけど、辛坊治郎さんが、まあ友達じゃないけど知ってはいるんですけど、こんなポスターあるんだから急に出たっての嘘だと、前から準備してたの決まってるっていうに本に書いたんですよ。何書かれても自由ですけど、一言僕に取材したら、一言もないまま嘘つきだというのを流されまして、あ、選挙に出るっていうのはまあこういう嫌がらせを受けるんだな、それにしてもこれでジャーナリストと言えるんだろうかと思いました。しかしポスターはこの一種類だけで、今回はですね、はがき作ったんですよ。超画期的ですよね。三浦秘書を中心に一生懸命考えてはがき刷った。なぜかというとね、前回遊説しかしてないのに48万1890票入ったんですよ。50万近く、まあ、これが最初、赤ちゃん僕抱っこする、はい、いや泣いても大丈夫ですからね、本当にちょっと声大きくて赤ちゃんびっくりするんですよね。だからこの後はささやきますよ、ね支えたらみんな聞こえないので、赤ちゃんに申し訳ないけど、もう一回話を戻すと、まずその、うん、選挙のやり方が実は最初から自由民主党にとっては破壊的だったわけです。何が破壊的かというと、まず突然僕が、突然って本当はご存知の方いらっしゃるでしょうが、6年前、西暦2016年、平成28年1月4日にこの堺からすぐ下がっていったら和歌山ですけど、和歌山の世耕弘成当時の官房副長官、安倍政権の官房副長官が1月4日に僕のところにわざわざお見えになって、青山さんがこれまでずっと自由民主党だけじゃなく、本当なんですよ、よく知ってるなと思いましたが、いろんな党から選挙に出ると言われて、それを全部断ってるってのは知ってますと。しかし世耕さんっていうのはまあ大した交渉力を持ってる人で、今度ばっかりはお願いしますの前に、それはおかしいですよって言われたんですよ。僕はムッとしましたよ。何がおかしいんですかと、ね、自分の名前売り込むようなことはしませんと、だいたい選挙でたすきかけて名前書いてることも恥ずかしいというようなことを言ったらですね、さらりと聞き流した上で、青山さんは憲法改正しろって言ってるじゃないですかと、憲法改正は国会議員の半分から始められないと、ご承知の通り憲法第96条に、あ、これ返してくれへんと思ってはるちゃんと返すからね。憲法96条に総議員の3分の2以上の賛成があって初めて国民に国民投票にかけますとお伝えできるって書いてあるんです。まあハードルが高いわけですよ。総議員って意味は、まあ、人間ですから入院されてる方もいらっしゃる時ありますよね。そういう方も入れる、出席議員じゃなくて全体の3分の2、ありがとうございます、はい、もともと桜で打ち合わせしてたんです嘘ですよ、そういうこと絶対しないですからね、はい、話を元に戻すと、厳しいハードルですから、なかなか自由民主党が必要な数、まあ、3分の2自分だけで取れない、だから反対意見多いですけど、公明党と組んだり、ね、それから維新と東京で仲良くしたり、その煽りで大阪でみんな苦しむということもいっぱい起きるわけですけど、とにかく
憲法改正で間違いない議員の数を増やさないといけないと。で、世耕副長官がおっしゃったのは、青山さんはアンカー人気があると言われたんで、アンカーとっくに終わりましたよと。で、しかも僕アンカー終わってから、実は議員になる前からもうテレビ断っていったんです。もう横にいる人のいい加減さに耐えられないんです。大学の先生、評論家、ジャーナリストって言いながら、本当は放送作家に全部書いてもらって、放送はい、この話の腰を自分で折るのやめてください。放送作家に書いてもらって、それ暗記していってるんですよ。カンペ、皆がカンペって目の前に出してもらって言ってるわけ。それ皆さんまともに聞いてるんですよ。どう考えてもおかしいと思います。なぜ関西テレビのアンカーを僕は、まあ、僭越なく選んだかというと、打ち合わせしませんよと。放送作家全部お断りですよと。テレビ局の言う通りにしませんよと。それでもいいんですか、まあええわとおっしゃったんで、それでアンカー9年半やったんですが、まああれは異例な番組で本当に打ち合わせしなかったんですよ。だから今までに多分テレビで聞いたことない話いっぱい出てきたわけですよ。でも9年半ってやって苦情ゼロ、全部情報機関やあるいは現場の人々、日本と海外の政府当局者、軍、情報機関、僕は自費で、もちろん官邸に請求なんかしません、タレントじゃないし、ね、全部調べ上げて話したから、結局9年半あれだけはっきり言ってて苦情ゼロなんですよ、ね、なおかつ出演料ギャラは最低レベルです。これ何でか分かります？これもね、余談じゃないんですよ。これ今の日本をダメにしてるからくりね、裏でみんなつながってて、放送作家って言いましたが、その後ろに芸能プロダクションがいるんですよ。吉本興業だけじゃないんですよ。例えばテレビタックルって東京の番組にも出てましたが、何度かやってこられて、テレビタックルの人が多く契約している芸能プロダクション、まあ名前言いませんけど、吉本じゃない、東京ですから、そこに名前登録してくれるだけで今の7000円がね、万円、100万円、これ人を傷つけたくないんで言わないだけで、実際僕の横に座ってる人は僕は7000円の時に100万円だったりするんですよ、ね、こうなったらやっぱおかしいでしょ、ね、だから芸能プロダクション、テレビタックルであれどこであれ、もうどこの番組でも全部お断り、それで9年半やって、最後は終わったというのは潰れたんですよね。カンテナのせいじゃないです。上のフジテレビがやっぱり極端な議論を9年半もやってると。どこが極端やん、はい、でもカンテナよく頑張ったと思いますよ。当時の報道局長だった堤田さんって方や番組のスタッフもよく頑張った。フジテレビにしたら夕方自作でやってること自体けしからん。カンテレはフジテレビから降りてきた報道番組を夕方やればいいんだと。ドル箱ですよね。それを堤田康夫っていうね、あえて実名でもうリタイアされたんで言ってますけど、当時の報道部長がまず部長の時代に僕に注目された。なんでかというとですね、アンカーの前に虹枠って番組あったの覚えてます？月曜日虹枠、あ、誰も覚えてへんの？やっぱりテレビって歌方のものですよね。泡のように消えていくもんだけど、そこに塩 G、 塩 G って知ってる？若者、いや知らないです。塩 G っていうのは塩がよくかかってて美味しいんだよ違う、塩川正十郎、分かんない、大阪の出身で小泉政権で財務大臣なさって、もう財務大臣ずっと嫌われるはずが、塩川さんだけ塩 G って言ってすごく愛されたんですよ、ね、もうか分かったって人手を挙げてくれる、塩川さんのためにもう亡くなったんで、あ嬉しいわ、ね、この塩川さんを月曜日のワイドショーに起用することになったんですよ、生放送。ところが塩 G は本当はすぐ怒るの、ね、
それから話がわからない、難しくて、それで番組がですね、カンテレが塩川さん本人に誰の言うことだったらお聞きになるんですかって聞いたら、これ実話ですけど、青山さんって言った。本当なんですよ。えらい拍手やな。でそれ聞いて、あのカンテレから聞かされて、えと思ったけど、まあ塩川さんらしいなと思って、実はよく知ってましたね。塩川さん実は奥さん亡くしてから東京のホテルでお暮らしだった。これ非公開ですけど、もう亡くなりましたからね。今息子さんがなんか頑張ってるんでしょ。はい、なんかって言っちゃ悪いですけど。それで塩川さん本人に電話して、塩川さん僕は隣に座ってたら落ち着くんですかって言ったら、そうですって言われたんで、それで生放送で塩川さんが分かんないこと言い出したら、もうあのキャスターとかこう怖くて何も言えないんですよ。生放送でどんどん時間経つでしょ。だから見てた人は気が覚えてたら面白いですけど、僕はもう分かりませんって言って、私が今の話を解説しますって言って白板まで持ち込んでもらって解説してたんですよ。で塩川さん納得して、あそうやそうや、それ言いたかったんやっていうね。それを見てた報道部長が、堤田康夫さんが、これで行こうと。まず大阪のね、意地を見せたいと。なんで東京のフジテレビから、いや本当拍手なんですよ。なんで東京のフジテレビから、まあ、安藤優子さんっていう有名な人が出ててもですね、高い金で買わないかんのやと。だから自前でカンテレで作ろうと、ね、それであの塩尻をふにゃふにゃにしてるあの青山をメインにした報道番組を作ろうってことになったんですよ。で実は僕に月金全部出てくれますかって言われたんで、それとっても無理で、当時議員じゃないですけど、東京でシンクタンクの社長ですからタレントじゃない。でカンテレからも芸能プロダクションと契約してもらった方が話が通りやすいって言われましたが、それだったら一切出ませんと。だいたい二次枠もしてないじゃないですかと言ったら、堤田さんは全部分かってくれて、じゃあ週の真ん中水曜日だけでもやってくれますかと。でその時にまた今の僕と寸分変わってませんから、僕は民間時代と議員になった今と何も変わってないんで、その時も条件がありますと。打ち合わせなし、ね、生放送言いたい放題、ね、その代わり事実と違うことは絶対に言わない。だからもし何か文句言ってきても調べたら全部事実だと分かるから、それ信用してくれますかって、はい信用しますって言われたんですよ。それで始まったのが本当アンカーズ。だから本当は 1,2 年で潰されるはずですよ。フジテレビからずっと圧力をかかっていたのをなんとか踏み耐えて、カンテレはよく戦いました。これ公開の動画になるやつで喋ってるんですよ、はい、やっぱりこれは大阪の誇りだと思いますね、僕は。この件はだから10年近くよく踏ん張ったけど、結局最後はもう耐えきれなくなって、まあ、もっとどきついこと言うと、水曜日はね、テレビって本当は視聴率よりも選挙率っていうやつがあって、こっちのが重要なんですよ。大阪テレビ局めちゃ多いでしょ。東京と同じか、ひょっとしたらね、有局含めると東京より多いかもしれないですよね。やっぱり大阪京阪神関西広域連合人口2000万ですよ、ね、これももう一回誇り持つべきです、ね、それだからテレビ局がとっても多いんですよ。だから同時刻夕方のあの時間帯にどの番組が一番見てくれてるか、ね、それ選挙率って言うんですよ。それが水曜アンカーは 35% 言ってたんです、はい、おしんより高い。おしんってさすがによく覚えられてるんですね。おしん抜いたんですよ。ところが他の曜日が良くなかったで、まあこれ一部の人しか話してませんが、やっぱり前日月金やれませんかって言われて、いや無理ですと。じゃあもう全体を支えることがやっぱできないと。青山千春博士って僕の母ちゃんご存知でしょうが、
青山チャラ博士は水曜日だけ独立させる、ね、それもあるんじゃないかって言ったんですけど、まあ、それはもちろん彼女の希望だけであって、それでアンカー終わった。今話それてないんですよ。話を6年前のお正月に戻すと、世耕弘成官房長官がアンカー人気があるからね、これやっぱり一言言いたいですね。あんたアンカー人気がなんでやねん、はい、こんなことは世耕さんは言わない、はい、こんなベタなダジャレは私しか言わない。大体普通はあんまりダジャレ言わない。話戻すと、アンカー人気があるから全国比例に出たら、でその時はまだ選挙まで半年あるから、衆議院と違って参議院はいつ選挙で決まってるでしょ、ほとんど、ね、解散ないから半年あるんで、全国比例でたくさん票を取ったら自由民主党の票が少ない人、それが 2,3 人救われて、それで自由民主党が参議院で単独過半数取れると、単独過半数取って公明党や維新と話した方が自由民主党の本来の9条を変えるべきだという案も通ると、ね、だからあなた出るべきだと言われたんで、僕は嫌やって言ったんですよ。だって世耕ちゃんも関西人だし、嫌ですって言ったんです。そう、なんで嫌なんですかって大きい声で言うから、嫌なものは嫌なんですって。国会議員が嫌なんじゃないと、国会議員、議会人が民主主義にどれだけ大事か、それは僕は知ってますよと。政治記者もやってた、記者だけで言うと18年9ヶ月やってたわけですから、知ってますよと。今その時はシンクタンクの社長やってて、その時に国会議員動かそうと宿泊してるわけですよ。堺だって海に面してるけど、日本の海には凍った天然ガスがあるんですから、なんで8000数百キロ離れたカタールから高い天然ガスを買わなきゃいけないの。それで儲けるやつがいるからでしょ。それ大半自由民主党の腐った部分なんですよ。公開動画です。もう一回見ましょうか。自由民主党の腐った部分が、ね、この海洋国家とかかっこいいことだけ言って、実際海の中にある天然ガスをなぜ使わないのかと、ね、そういうことを考えれば、国会議員のやるべき仕事やれというのを僕自身も言ってるわけだから、じゃあ自分でやれというのは分かりますよ。でも民主主義なんで選挙を経なきゃいけないと。私ははばかりながら家庭教育で自分を売り込むなと言われて育ったんです。今も正しいと思ってると。うちの崩れかけた古い蔵に刀が38本もあったんですよ、子供の頃。もうみんな座ってるね、ここ一席空いてるけど、はい、え、大丈夫大丈夫、全員座ってますね。座ってないの俺だけか。38本刀があってですね、でまだ本当にちっちゃい頃、小学校の低学年頃からこの蔵に勝手に入ってですね、この刀をその中庭で振り回してたんですよ。全部実践に使った刀で、金銭的に値打ちはゼロだと思います。美術品じゃないんで、全部刃こぼれしてたんです。したら親父が、この刃こぼれはこの人間のね、鎖骨に当たった時の刃こぼれやとか、こっちは頭蓋骨やとか、本当かどうか知らないけど、さね、今女性がちょっとびっくりされた顔されましたけど、子供心に僕怖かったですよ。でも実際の刀って持つとね、すごく重いでしょ。だから自然にね、 これはちょっと余談だけど、自然に子供心に手首絞るんですよね。手首こうやって絞って、でこうやって中庭の木を、枝を切り落としてたんですよ。それでおふくろはすっごい厳しかったんですけど、何にも叱らないんですよ。珍しく叱られないから、どんどん切り落としてて、ついに幹だけになってしまったんですよ。で子供心に、こいちょっとやばいなと思ったら、縁側におふくろが立ってて、いよいよ何を言ったかというと、お前こういう感じなんですよ、母親なのに。親父じゃないですよ、親父は実に寛大な人でした、人でしたが、おふくろが、お前人のためにはいつでも刀抜けと、自分のためには決して抜くなって言ったんですよ。それだけでね、家の中入っていっちゃった。もう心に残ってですね、これ武士道の極みですよね。人のためにはいつでも刀を抜け、
その代わり自分のためには決して刀を抜くな。教育どうすべきかって僕よく聞かれます。学校は大事です。その前に家庭です、ね、家庭教育、このおかげで私は背骨ができた。だから国会議員になるために必要な選挙で自分のことを売り込むことはできないので、世耕さん申し訳ないけどお引き取りくださいと、ね、最後は礼を尽くして申し上げたら、この帰られたんですよ。帰られたらまた翌日に来るんですよ。この世耕弘成さん、参議院辞めて衆議院に変わるって宣言なさいましたよね、まあ、それも潔いと思いますが、総理目指すまで言われましたね。僕は総理の資格あると思いますよ、ね、その後ね、2016年の平成28年の1月2月3月4月5月6月ずっと来はんねん。全然めげないの、ね、それでも僕は断り続けて6年前の6月半ばになってですね、さっき言いましたが、たまたま今回と同じ6月22日公示っていうのが事実上決まってたから、ああもうさすがに間に合わないと。だから最初の記者会見やるときに記者の皆さんが村西さんや岡安さんが言ったのと同じですよ。僕もああもうこれで間に合わないから、もうこの話はもうないと、ね、で年齢からしてももう二度とないだろうと、正直ちょっとほっとしました。最後まで国会議員ならなくて済んだと。それは政治記者10年やってたから、本当にやろうと思ったらどんな大変か、怠けようと思ったらいくらでも怠けられるんですよね。怠けてる議員にあんな歳費払うのおかしいよと思いますよ。僕は本気で仕事したらですね、無限に仕事があって、しかもほとんど報われないです、ね、商売頑張ったら利益あるっていうのと違って、ほとんど何も知られることがない、ほとんど水面下ですから。それははっきり言うと政治記者としてもすごく深いところを取材してたのでよく分かってますから、国会議員というとんでもない仕事をやらなくて済んだなと。独立総合研究所というちっちゃいシンクタンク、なんと会社なのに会社の利益を追求しないと掲げていて、会社だけど国益だけ追求するというのを掲げていたんですよ。その理由お分かりいただけると思うんですが、外交とか安全保障とか資源エネルギーとか全部お上任せでしょ。だからしたい放題に勝手なことを、自由民主党の腐った部分と受験勉強で東大受かっただけの官僚がしたいようにやってるから、仁徳天皇や半世天皇陛下のような民が思っていう国にならないんですよ、ね、だからそのことも踏まえつつ6月半ばになってもうこれで終わりだと。そのことっていうのは独立総合研究者だから民間だけど民なのに外交安全保障資源エネルギーって仕事しますと宣言して、なんと20年会社は続いてるんですよ。続いてるだけで奇跡ですが、だからそれを続けさせる、僕が社長で亡くなったらものすごい圧力かかってたんで、潰れる潰れるという終わりだろうと思って、まあいろんな意味でほっとしたんですよ。独立総合研究所の当時の社員もみんなほっとしたんですよ。社長が選挙に出るって噂がずっと何年もあって、やっと最終的に断ったんだなと社員もほっとしたんです。そしたら工事の数日前の月曜日の午後2時半頃に携帯電話が鳴って、見たら安倍晋三って出たんですよ、ね、で僕はびっくりしたわけですよ。安倍さんとはよく電話してるんですよ。でもそれは全部僕からかけるんですよ、苦情を言うために。消費税上げるなんてとんでもないと。いやこんな言い方ですよ、本当に。総理何考えてんですかと。資本主義はどうなっても個人消費が、個人消費が6割7割なんですと、ね、そこで消費税上げてどうするんですかと。アベノミクスと逆さまじゃないですかと。何やってんですかって電話ならいっぱいかけてるわけで、あれ早く衆議院解散すべきだとか、ね、自由民主党腐ってるとか言いたい方で電話してたんですが、安倍さんからかかったこと一回もないんですよ。それはないよ、ほらね、ちなみに安倍晋三さんと長い付き合いで記者時代から知ってますが、飲みに行ったことないです。私は権力者とは飲まない、はい、晩ご飯も食べたことない、昼ご飯は食べたことあります、ね、そしたら安倍晋三って出たんで、
僕は月曜日の午後2時半会議中だったんですけど、その会議室から飛び出して総理どうしましたかって聞いたんですよ。というのはさっき言いませんでしたが、僕の専門分野っていうのは外交安全保障資源エネルギーそして危機管理なんですよ。アンカーでも危機管理の話してましたよね。危機管理の中には感染症があるんです。まず実はだから25年やってきましたね。それと自然災害そしてテロです。であの時は感染症はまだ出てません。鳥インフルエンザが少しありましたが、ね、自然災害だったら起きた瞬間に今地震が起きたらみんなに分かります。テロは最初伏せます。今後も僕も伏せます。テロは、ね、調べてからみんなに発表する。だから総理の午後2時半月曜日の午後2時半の電話だからテロだと思ったんで、どこでどんなテロですかって言ったんですよ、いきなり。そしたら安倍内閣総理大臣が、ああ山ちゃんね、やっぱ選挙出てほしいんだよね、この ボイストレーニングを受ける前の滑舌の悪さで、これ実話ですよもちろん。で僕この辺から噴火したんですよ、本当に頭ここから。総理何ですかこれって、官房副長官にお断りしてるじゃないですかと。しかも月曜日の午後2時半、総理暇なんですかって、こう言ったんですよ。忙しいんじゃないんですか、何してんですかって。安倍さんは世耕さんの上行ってて、全然馬事豆腐気にしないで、いきなりおっしゃったのが、ああ、青山さん、議員になるとね、まず外務省変わるな。外務省ってなんだろう、あ、外務省か。ね、これは、まあ、安倍さんがいかに交渉上手かっていうのを物語るんですけど、この一言で、まあ、長い安倍さんとの言い争い議論の歴史が分かるんですよ。なぜ拉致被害者帰ってこないと思いますか。外務省がやってるからです、交渉。外務省の悪口言ってないんですよ。日本が外務省が交渉役だと、北朝鮮も外務省でしょ。北朝鮮の外務省って見たり聞いたりしたことありますか。異常な国ですから。今公開動画撮ってるんでもう一回念のため言いましょうね。異常な国ですから、はい、金一族というはっきり言うと正当性のない私たちの天皇陛下のご存在と真逆で、本当は最初の金日成も当時のソ連がソ連軍の中から若いね朝鮮系の士官を引き抜いて連れてきて金日成って名前にしろと、伝説の英雄の。朝鮮の人々はびっくりしたんですよ。金日成というのは義賊で強盗だけど奪ったものを庶民に分け与える、どこの国にもある伝説。白髪の老人で白い馬に乗ってるって伝説になったのに、やってきたのは30代の普通の軍人ですよ、ね、だから本当はここで朝鮮の人々が決起しなきゃいけなかったけど、日本人とはやっぱ文化が違うところ、半島はやっぱり苦しんできた 人々ですよ。中国と日本に挟まれて、ね、僕はよくわかりますそれ。そう受け入れてしまった。それから今3代目ですよね。だからもともと怪しいわけですよ。怪しい独裁、これ公開動画だから言ってるんですよ。怪しい独裁の金一族がいて、ちなみに治安当局からこれやめてくれって言われてるんですよ。守りきれません。え、守ってもらってないよ俺は。私は自分で守ってるんだよ。話をもっと戻すと、金一族がいて、その真下に工作機関がいるんですよ。工作機関っていうのは行政機関じゃないんですよ。独裁者にぴったりくっついてるだけ。それがほとんどおそらく100人を超えてる私たちの同胞を拉致していったんです。その下に軍がいる。軍はごく一部の拉致被害者を拉致した。そこで終わりで、その下に外務省とか、まあ、外交部っていうんですけど、そういう日本で言ったら普通の官庁があるんで、北朝鮮の外交部外務省は拉致被害のこと何にも知らないです。実際関与してません。これ安倍さんにも言ったんですけど、私の方がよっぽど知ってますよ。だから日本が外務省をやってたら、当然相手は外交部だから、いつまでも何の話もできないんですよ、ね、本当はもう一つ憲法の大きな理由があるんですが、それは後で明日の朝5時頃までにお話しますよ。で安倍さんが
大山さん国会議員になったら外務省が変わるな。でもこの一言で、あ、これを言ってるんだって分かるわけですよ。だから安倍さんは、あんた外務省任せていけないと、総理は直接やれって言ってたろう、そうしたらあんたが国会の中来て直接やれよと、で外務省を変えてみせろと、外務省がずっと断って話さないんだから、できないのに話さないんですよ。日本にも情報機関ありますが、そこに任せるの嫌なの。これが腐ってる部分なんですよ。できないことをできないとはっきり言えよと、自分で何もおかしくないじゃないですか。それを言えるような外務省に、あんた自分で変えてみろって言うんですよ、安倍さんの言ったので、僕はちょっとギクッとなってると、それからさ経済者変わるな、経済者って、あ、経産省か、ね、経済産業省、これがさっき言った海の中の資源メタハンドレートのことで、それを邪魔してるのがなんと経済産業省なんですよ。どこの国でも目の前の海に凍った天然ガスがあったら、経済産業省って役所があったら、それを取るために努力するでしょう。それを邪魔してるのが経済産業省なんですよ。これも公開動画ではっきり言ってるんですよ、ね、安倍さんが経産省も変わるなって言ったってことは、総理自らまず外務省おかしいと認めたのと同じ、次に経済産業省もおかしいと認めたのと同じ、この電話実は盗聴されてるんですよ。それは安倍さんだって僕だって承知の上で喋ってるわけです、本当は。だからまず現職の総理はこれよく言ったなと思って、さらにうっとなってると、この優れたタフネゴシエーター、優れた交渉人の安倍さんは第3弾打ってきて、それからさ、ね、もう調子づいてるわけですよ。朝8時のさ、党本部でやってる部会に安倍さん出たらさ、自民党議員変わるよって言ったんですよ。これは本当に自由民主党はこれだけは努力続けてて、野党時代も毎朝8時から農林部会とか外交部会とか国防部会とか経済産業部会とか厚生労働部会とか全分野の部会やってて、与党でいるとどんな法律もそこを通らないと国会にも出せないんですよ。この中身を今までの国会議員誰も明らかにしてないから、みんな分からなかった。僕この6年間ずっと発信しましたよ。普通これ党本部起こるんですが、僕に妙なこと言うと逆襲が怖いので、そうですよ、これも公開で言ってるんですか、ね、時々嫌がらせを言うぐらいで、そんな全然私に効果ないから、ずっと部会を公開してきました。でも6年前に、僕が議員になる前に、安倍さんは部会に出てる自由民主党議員が僕の発言聞いたら変わるって言ったんですよ。これを僕としては、総理、外務省が現状ではダメ、経済産業省もダメ、自民党議員もダメって言ってると同じですよ。そうだよって言うわけですこれはね、ショックでだいぶ胸に響いたんですが、それでもやっぱり選挙に出て、青山茂春で選挙カーにウグイス嬢が乗ってて、皆さんお世話になっております、青山茂春でございます、もう絶対嫌だから、タスキも白手袋も絶対嫌なので、僕にしたら自分の生き方否定するのと同じだから、もう断ろうと思ったんですよ。本当に安倍さんはいまだに俺の電話で青山ちゃんは本意したと思ってるけど、違うわ、はい。だから総理と世耕さんにもう一度私は出ませんというのを電話しようと思ったら、まあ、その様子を横で見てた青山ちゃん博士が、東京に晴海ふ頭ってあるんですよ、晴れた海と書く、ね、そこに行って、そこに海明、ひらがなで海明って書くんですが、日本の文部科学省の誇る研究調査船ですよ。そこにメタンハイドレートの調査のために乗りに行って、タラップ上がって、タラップの一番上から携帯かけてきたんですよ、ね、で僕が出たら、後悔しますよって言ったこれも実話ですよ。それで船に入ったらもう電話通じないんですよ。よっぽど命に関わるようなことがあったら衛星回線使いますが、莫大なお金かかるんで携帯電話通じないので、
だからそれ言ってトラップから船に入っちゃったからこっちは反論できないわけですよ。後悔しますよっていうのは本人これから船に乗るんでダジャレで言ったんですよ。違うわ。ちなみに青山チャラカさんダジャレ言う人が大嫌いで、はい、そういう人とだけは結婚しないと思ってたそうですよ。僕は家の中でも国会でもダジャレしか言わないですけど、ね、その後悔しますよって意味はこれもやっぱり長年の僕の活動を横で見てるから、ああ拉致被害者のことだとすぐ分かるんですよ。つまりもうなんと政府認定が17人しかいないんです。拉致被害者って本当に100人超えてるのに、政府が拉致被害者ですと認めてくれたのが17人しかない。これ自体本当にけしからん。この話できればやっぱり後でしたいんですけど、そのうちですねご両親が生き残ってる方今2人しかいないんですよ。17人の拉致被害者拉致されたんですと政府が認めましたね。ということは普通で言うとご両親は34人いるはずですよね。今2人ですよ。32人亡くなったんです、ね、だから6年前はもうちょっといらっしゃいましたが、でも当時からもうどんどんお嬢さんや息子さんが帰ってこないまま自分の子供たちがある日突然家に帰ってこないって状況、どなたもお子さんいらっしゃらない方でも想像できると思いますよ。もう人生が全部変わってしまってそれだけになっちゃいますよね。それでついに息子や娘に会えないまま亡くなった人が大半なんですよ。青山千春博士は科学者ですから普段そういうこと言わないけど、やっぱりまあ彼女なりにこれなんとか突破口を開けるのは青山茂春しかいないと、もうそれは前から言ってましたよ。で僕は相手北朝鮮だから俺だからと言ってできるわけじゃないよということを言ってましたが、それでもここで断ってしまえばやっぱり年齢的にももう国会議員になる可能性ほとんどないだろうから、結局アンカーで喋ってるだけだということになるよって意味なんです。これ実は初めて考え出しました。でもまだ決心してない。そしたらですね、この動画見てる人どれくらいいます？うわ多いな、動画と思うよこれ。いやすごい笑ってくれて嬉しい。はい、ほんまはこれ言うために話引っ張ってきたんや、はい、この動画でおなじみの三浦真美公設第一秘書、まあ彼女はある意味僕の戦友ですよね。独立総合研究所の社長秘書だった時、彼女はまだ20代前半の、まあ、一番最後でも26歳の独身女性で、清水真美って言ってたんですよ。ちょっと気を許していろいろ余談言ってるように見えるかもしれないけど、でも日本女子の生き方としてもあえて話するとね、彼女が社長秘書で僕社長で厚生労働省行って、硫黄島、硫黄島じゃないんですよ、硫黄島ってアメリカが間違って呼んだ名前、硫黄島、そこの英霊少ししか帰ってきてないんですよ、ね、2万1000人が戦死なさったのに、ガダラカラルとかアッツとかサイパンとかたくさん帰ってない ご遺骨が海の中までいらっしゃいます。でも硫黄島は東京都ですよ。東京の一部なのにご遺骨を取り戻さない、故郷に帰っていただかない、この大阪にも何人も何人も硫黄島で眠ったままのご遺骨がいらっしゃる。たった77年前の方々ですよ。今日の多くの人にとっては、僕にとっては両親の世代だし、多くの人にとってはおじいさんおばあさん、一番若い人でもまだひいおじいちゃんひいおばあちゃんの世代でしょ。歴史上の人物じゃないんですよ。なんで取り返さないと思いますか。戦争で戦った先輩方は悪いことしたんだと、日本に資源がないんだというのと同じように思い込まされてるでしょ今も。だから取り返さなくて平気なんですよ、硫黄島の英霊を。アンカーでも何度も話しましたし、アンカーで初めて号の中に入って、あれを関西テレビのニュースアンカー水曜日で放送して、あれが画期的で、堤田康夫、さっきの言った当時のもう報道局長になってましたが、あの放送だけで青山さんにアンカーやってもらって意味があるって言ったんですよ、ね、初めてみんなに分かったの。私たちが踏みつけにして取り残している英霊の方々が故郷に帰れないでいると、
ご遺骨になっても故郷に帰りたいでしょう、ね、東京の一部なのに日本がこれだけ復興して今経済弱ってるって言っても大阪万博もやりやがてまた万博やる、そうでしょ、オリンピックも2回東京でも2回やった、そういう国なのになぜ取り返してくれないのか、それを厚生労働省行って僕は民間人で交渉してたらですね、一応民間人国会議員じゃなかったですけど局長がちゃんと出てくるんですよ、なんだか分かんないけど、それで僕は交渉してて厚労省がむにゃむにゃ言ってますよね、コストがかかるとか一般の方の理解はそこまでじゃないとかいろいろ言ってますよね、そしたら僕左奥でねなんか妙な雰囲気感じたんですよ、あえて例えて言うとね、虎が今の阪神タイガースよりだいぶ強そうな虎が、ね、なんか襲いかかる気配してるような、これあのジョークじゃないんですよ、なんだろうこれって、で見たらですね清水真美当時のあの時25ぐらいだと思いますけど独身24ぐらいか、もう本当に猛獣の顔になってんだよ、ね、お前らぶっ殺すぞって顔になってるわけですよ、それで僕は厚労省の局長に、局長ともう一人偉い人いましたが、ちょっとうちの秘書の顔見てくださいえって見るでしょ、ほら局の秘書が皆さん許さないって言ってますよ、それが三浦真美当時の清水真美、だからそういう意味でも戦友ですよ、若い独身女子だろうが何だろうがあんな関係ないんですよ、ね、その今結婚して三浦真美秘書が6年前に僕何て言ったかというと、社長国益のためです、これでノックアウト、だから内閣総理大臣安倍晋三の言うことを聞いたんじゃなくて日本女子2人に押されて総理に直接お電話してお受けしますと言ったらですね、これ今まであんまり言ってなかったと思うけど安倍総理がね、もうギャホーみたいなね、やったぜみたいなね、やっぱ俺の電話すげえなみたいなね、はい、それでさらにこれ僕らの国会って全部公開するんで少しずつ話変えていかないとずっと見てる人に気の毒だから少しずつ新しいこと入れてるんですが、このあと世耕ちゃんも本当に喜んだんですよ、ちゃんづけで悪いけど今僕の上司ですからね、参議院自由民主党幹事長世耕弘成さん当時官房副長官もすごい喜んだ、それで当時の選挙対策の責任者今で言うと選挙対策委員長が茂木さんだったんです何このどよめきはそれで茂木さんに、まあ、総理から直接じゃなくて世耕副長官から青山さん受けてくれましたって言ったら茂木さんがいやそんなんいりませんよと、もう公示まで2日ですよと、どんな準備するんですか間に合いません、大体そんな票入りませんよと、ね、これ茂木さんの悪口言ってんじゃなくて、アンカーやっぱり関西のローカル番組で世耕さんは和歌山で、で世耕さんからずっと聞いてるから安倍さんもまあ古い付き合いだし分かる、茂木さんそれ分かんないから、そんな他の候補者ではありえない2日前に急に公認出してうんぬんかんぬんっていうのをやるわけにいかないっていうのはそれはまともな話なんですよ、で僕は総理と副長官からいや茂木選対委員長がこの受けるわけにいかないと言ってますの聞いて、いやそれはそうでしょって言ったんですよ、それは分かりますよって、でどうするんですかって、いやもうこれ断固やってもらうと、ね、でそのすぐ後に党本部からとっと偉い人来たんですよ、自由民主党本部、それ相当でかい組織ですよ、何百人も国会に抱えてるから、そしたらまあ、大変偉いって人は僕知らないですけど、これを知らない政治記者も珍しいそうですが、ね、いや僕は付き合わないにしてた、はっきり言うと個人名言わないけど今も偉い人ですからやってきてね、まず安倍総理のご意思ですからって言われて、それでまずムッとしたんですよ、ちゃわいと、でも安倍総理のご意思ですから他の候補者から団体2つ引き合わせてきましたと、で青山さんにつけますからすぐ挨拶に行ってくださいと、ね、言われたんで、え、いりませんと、私は団体支持なんか受けないと、農協であれ郵便局であれその団体にはそれなりのもちろん意味がありますよ、努力もされてますよ、
でもその団体から押されて議員になった女とこぐるぐる回るだけじゃないですか。日本の農業を例えばこのままでいいんですか。食料自給率が低いだけじゃなくて、どんどん良い田んぼが中国製の太陽光パネルに乗っ取られて、大阪もその典型じゃないですか。神戸の六甲の山だってどうなったんですか。今までと同じところぐるぐる回ってて、そしたら1964年の最初の東京オリンピックとか70年の大阪万博ようなことになるんですか。ならないんですよ。過去の成功に甘えてるだけなんですよ、ね、だからこれもその場で言ったんですよ。こういう声で、だから団体人には受けませんと、ね、言ったらもう顔色変わるわけですよ。顔色変わるから、あ、なんか文句あるんでしょうかと、あ、もう分かりましたよみたいになってですね、ね、その代わりポスターだけは1枚取ってくださいと。それから個人名もちろん言わないけど、選挙プランナーって連れてきてて、これはなんとテレビ番組で一緒に出てた人ですよ、ね、いくら青山先生と言っても自分で選挙やるのは初めてですから、このプランナーの言うこと聞いてくださいと、ね、言われるんで、え、選挙プランなんか作りませんって言ったんですよ。そしたらそのプランナーもめげずにですね、まずイメージカラー決めてくれって言われたんで、イメージカラーなんか作らないと。だいたいウグイス城で名前を覚え込まして、イメージカラー、つまり色だけじゃなくてイメージで作って、それで当選させる、これが日本の祭りごとダメにしてるんだと。だからあなたね、お金はお払いしますからすぐ出てってくださいと。一切お受けしないと。お断りしてお金払いました。はい。で、じゃあ一体どうやって選挙するんですかと言われたから、遊説カーだけは必要ですと、ね、でも明日選挙って、いや、ちゃうわ、今日選挙って日にですね、6月22日党本部の左に行ったら選挙カーが置いてありましたよ、ね、それで遊説しただけ。しかも最初ちょっとこれ丁寧に話しすぎかな、でもね、僕はやっぱアンカーに恩義感じてる、冒頭言いましたよね、アンカーに育てていただいたと本当に思ってますから、恩義のある大阪で始めようと思って、新幹線乗ろうと思って八重洲口に行って、まあもう選挙始まってるから八重洲口で喋ろうと思ったらですね、あれ未だに不思議なんですけど、むちゃくちゃに人が集まってたんですよ。で警察は機動隊まで出たんですよ。何が起こってるのか分かんないから。それで八重洲のちょっとこう高くなってる塀みたいな、塀じゃないけど石積みたいなところで、僕警察官にこう上がってもいいですかって聞いて、どうぞって言われたんで、そこから演説したのが最初ですよ。どうやって集まられたのかよく分かんない。でもその後普通に新幹線乗って、それで選挙カーに乗って遊説に出ようとしたら交通事故です、はい、まあそのことは詳しく言わないけど、まあタクシーの運転手さんにお願いしてて、でやっぱりもう6年経ったからいいと思うけど、事故を起こしたって言ったら運転手さんのお仕事に関わるから、そう言わずにですね、そのむちゃくちゃ首が痛んだんですよ。もうむち打ちで、ね、こういうむち打ちね。でもそれ言わずに選挙戦始まったらですね、今年も暑い夏の選挙戦になりますが、朝はだらだら出るんだけど、そのとにかく首が痛くて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 、それでやっと病院行ってですね、先生がこれどうしたんですかと言われたんで、いや本当は選挙カーの事故ですが運転手さん迷惑かかるんで、先生の判断でこういろいろ調べてくださいと、こういろいろ調べて、まあもともと首が悪かった面もあるからそうしましょうって言って、コルセット出してくれたんですよ、ね、だから健康保険使ってないんで全部自費です。目玉飛び出た、ね、大体もうそこまでの選挙カーとかで 目玉飛び出てるのに、これをね、健康保険を使ったに決まってるって中傷誹謗のネットの書き込みとか、まあ、中国からお金もらってる人もいますから未だにやってますよ。でも現実にはそこで自費でコルセット買って、でね、まあ、どうでもいいんですけど、まあ、皆さんの記憶、話の本筋を覚えてもらうために言うとね、コルセットこうしてるじゃないですか、とここに肉乗っかってるでしょ。そうすると遊説に来てくれた人がね、まあいいけど青山さんめちゃめちゃ太ったねって言われるわけですよ。でもコルセットですよって気がつかないんですよね。こうなってて、こうなってるでしょ、と太ったって、あんたここにコルセットあるやんと思ったんですけど、言わなかったです。これなんでこの話言ったかというとね、そういうまあ面白いジョークみたいなこともありましたが、
僕は遊説で人生変わりました。アンカー9年半やって、さっき言った通りお信用より高い選挙率 35% 超える。でも目の前にいるのはあるのはカメラだけです。皆さんの目を見てたわけじゃない、講演会とかでは見てたけど、ね、それが遊説始まって、しかも2つの党から嫌がらせを受けて、インターネットに最初正確に書いてたらその場所に動員して、ね、選挙区はつけられないようにするんですよ。それだからもう漠然とね、さっきの堺駅東口も言えなくて、大体新宿区とかね、いや本当ひどい話ですけど、高田馬場って書いたらそこバーッとこう動員される。そういう中で最初の八重洲と同じで、なぜか人がいっぱい集まってきて、それだけで感激したんじゃなくて、目の輝き、僕のこの拙い話を聞いてるみんなの目の輝き、あ、本当に日本は変えなきゃいけないんだなと、みんなが本当に願ってることが政治に生かされない、ひょっとしたら変わるのかなと、その願いだけだなと。しかも動員ゼロですよ。団体支持全部お断りしてるから、全部自由意志ですよね。しかもイメージに乗せられてきたんじゃないですよ。ね、自分の意思で初めて票を入れようかと思う人も含めて来られた方々の目の輝き、6年経った今もあれ僕は忘れることがないですよ。それは人生変わりました。それはアンカーよりもシンクタンクよりもみんなに直接選ばれた代理人として、代表じゃないですよ、そんなに思っちゃダメですよ。主人公は皆さんです。仁徳天皇や半世天皇陛下がおっしゃる通り、主人公は皆さんです。岸田総理も安倍元総理も私もただの代理人です。でもどれだけ大事な代理を務めることになるかっていうのを本当に皆さんに教えてもらったんですよ、あの目の輝き。それで最後はこの大阪の難波の駅前だったんです。人がもう溢れかえって、ちょっとこれはあれのままに言うと維新から妨害も受けました、ね、僕は松井さんとも橋本さんとも、橋本さん最近連絡ないですけど、松井さんは今でも電話で話してる。だから、まあ、維新にもいろんな人がいるんでしょう。でもそういうの気にしませんでした、ね、でも妨害を受けながら最後の演説しようとしたら、もう人が溢れかえって、その中に腹がボーンと出た、ね、あなた妊婦ですかっていうような男性がいたんですよ。よく見たら中学高校の同級生の山下くんなんです、ね、山下くんだって僕は姫路の純真学院ですから、大阪の人じゃないんだけどわざわざ来てて、そのにお前妊娠したんかっていうぐらいお腹本当に出てましたが、この山下がど真ん中にいて、その山下の顔も見ながらみんなで最後のお話をした。今日と同じで何の原稿も用意してない、今日もみんなの顔を見ながら目を見ながらお話してる。あれが6年前の最後の演説で、そして話はバーンと飛ぶけど、去年9月の総裁選挙、僕は総裁選が去年9月に始まる段階ですでに今までの議員活動の結果の一つとして派閥を否定し、派閥を超えてお金一円も動かない、地位のポストの割り当てもしない、利益は何にもない、ただ祖国のため、ただ日本国民のために戦おうって議員集団、日本の尊厳と国益を守る会、尊厳失われてるでしょ。与党の英霊だけじゃなくて全ての日本人が自分のためでなく人のために戦ったんです、77年前に。だから今の私たちがいるんですよ、少年少女の方も含めて、ね、沖縄戦は不幸な結果ですけれども、でもみんな人のために生きたんですよ。その人たちが慰安婦を追っかけてたとか、ね、人口20万しかいない南京で25万人殺したとか、でたらめの話を、外国が何言おうとそれはその外国の責任だけど、それを受け入れてきたのが日本政府で、受け入れてきたのは自由民主党の腐った部分じゃないですか。どうでしょう。それを今皆さんと同じように
話す機会が国会でどこであったかというと、そもそも僕は国会に出てすぐに参議院の本会議場で隣にいた人ね、これ相手順で、まあ、結構変わるんですけど、そういう人から青山茂春を囲む焼き鳥会議っていうのを作られてます。僕は作ったんじゃないですよ。ある日突然青山茂春先生を囲む焼き鳥会議って案内状が回ってきて、よく見たら自分の名前書いてあるから、これ何だろうと思って聞いたら、いや部会で言う話が面白いんで、部会だけでは足りないんで会費3000の焼き鳥屋で話してくださいと、ね、でそれを OK して焼き鳥屋行ったんですよ、ね、そしたら煙もむの中に結構な国会議員集まってて、それで3000円払ってるし、みんなバクバク焼き鳥食うんですよ。で僕は話せって言われるからよくお分かりですね。ほとんど一本も食べられへんねん、ね、それで話終わってから急いで食ってるとすぐ質問されるから、結局私は3000円払ってるだけですけど、この焼き鳥会議が焼き鳥会議のまま勉強会になって、それがすでに日本の政治を動かし出したんですよ。信じられないでしょうが。で僕は気がついたらそのグループの代表になってて、それで改めて主な人とちょっと僕の方からお寿司をご馳走しました、ね、チェーン店ですけど、ね、一応お寿司で恩売ってですね、もっと根本的なことをやりませんか、ね、目の前のことだけじゃなくて、韓国はどうした中国はどうしたいちいちやってましたが、それだけじゃなくて根本的なこと、自由民主党がタブーにしてること、ね、例えば天皇陛下のご存在どうするのか、悠仁親王殿下が一人いらっしゃるけど、本当は70数年前に占領軍が勝手に三宅っていうのは学校で教わることがないから馴染みないでしょうが、鎌倉室町の時代にすでに天皇陛下を父兄父方、性別関係ないんですよ、僕は青山でしょ、親父の方父方辿ったら最後までいけるじゃないですか、青山青山青山って。おふくろ、さっき言った武士道の局長を話してくれたおふくろは今田さん、ね、津山藩の武家の娘って誇りにしてましたが、今田青山と関係ないでしょ。母方に移ったら天皇家はそこで終わりです。そしてね、この話の関連でぜひ話しておきたいのは、この堺でもお祭りありますよね。日本は随分変わってしまったといっても、北海道から沖縄までみんなお祭りありますよね。例えばみこし担ぐときに自分が幸せになりたいと思っておみこし、おみこし担ぐ人いますか。普段どんなわがままに見える人でもおみこし担いでるときは自分の幸せじゃなくて地域のみんなが幸せでいてほしいと思って願ってみこし担ぐでしょ。これがお祭りなんですよ。日本で政治を本当は何て呼ぶか、政治なんていうのは西洋のパリティクスって言葉を明治以降に訳しただけです。本来は祭り事っていうんです。お祭りで人の幸せを願うと同じように、日本では人の幸せを願うことを政治というんですよ。西洋みたいに利益を奪い合って、特に王様帝が一番悪いことするから、中国だと革命といって前の皇帝を殺して、もっと自分は妾さんをたくさん持ち、もっとおいしいものを食べ、もっと豪華な宮殿に住み、ほら松原の芝垣神社の正反対じゃないですか。それが世界の常識でしょ。でも日本では祭り事なんですよ。お祭りと同じなんですよ。学校で教えないから賢い日本人も知らされてないだけ。そうしたら天皇陛下は何のためにいらっしゃるんですか。天皇陛下のことは歴史でむちゃくちゃ教わりましたよね。昭和天皇のことはもちろんとして、でもなぜ何のために陛下がいらっしゃるのか、学校で教わってないでしょ。僕も教わってない。じゃあなぜ私は気がついたか。世界を歩いたからです。世界を歩いてたくさんの王宮見ました。どこも深い堀があり高い塀があり、まあギギタルって言葉ありますけど、ギギタルって高い尖った塀があり、誰も寄せつかないですよ。なぜか、国民に襲われるから。
自分のことばっかり考えてるから庶民が怒って襲ってくるから守ってるんですよね。でももう一回言いますよ、この地元の堺、今の住居封じは松原だけど芝掛神社にこの後行ってみてください。皇居の後ですよ、あれ上書きしかなかったんですよ。じゃあさらにちょっとだけ足伸ばして京都御所行ってください。本当は京都の田文字いらない、おんところ。つまり僕は英米人に説明するときに The place って言ってるんですよ。この場所、天皇陛下のお住まいは本来ここしかない。あの大きな京都御所行かれたらお堀がない、ね、塀も引きすぎて中が見えてしまう、守りと呼べるものは何もない。なぜですか。天皇陛下はずっと代をつないで何をされてるか、毎晩毎晩人のためにお祈りになるだけです。今の金城陛下ももっと遅い時間、今からそうですね8時間7時間したらお祈りに入られる、いわゆる宮中祭祀、公開されません、報われない、人に褒めてもらうことはない。でも毎晩大晦日もお盆も関係ないです、ずっと祈られる。自分のために祈られるんですか。一言も祈られない。まあこの愛心の殿下のご結婚問題では陛下も苦しまれたそうです、宮内庁の中から僕は聞いてます。それでも家族のこともお祈りにならない。お祈りになるのはただあなたのことだけです。会ったことのない民のためにお祈りになるんですよ。祈りの存在が天皇陛下のご存在ですよ。これが家変わっても続くんですか。例えばしきりに NHK 朝日新聞がある調査で愛子内親王殿下が即位すればいいとね。愛子内親王殿下が即位されて天皇陛下になられて、その後にもしもたまたま中国の方とご結婚なさって、そこでお生まれになった巫女が即位なさったら、わかるでしょ、母方すなわち天皇家は途絶えて中国の王朝になるんです。ヨーロッパでは年中起きてますよ、地続きで。もう防ぎようがないから。今のエリザベスクイーン2世も第70周年の祝典行われましたけど、イギリスでシアトーとか王朝変わってるの世界史で教わったでしょ。名前だけ事件のために覚えさせて、なぜ王朝が変わるのか。日本は天皇家一代だけじゃないですか。その違いを今日学校の先生絶対おいでですけど教えないから勉強に興味を持てないし、日本とは何かがわからない。こう話それてないんですよ。自由民主党の本来の役割というのは土建の利権とか、高い資源を遠くから買ってきたら値段高いから取れるマージンも大きい、目の前の海で取ったらこんな値段安いからマージン取れない。日本は資源がないんだ。資源がないっていうのは陸上産出の資源がなかっただけでしょ。海の中に今まで人間が入れなかっただけです。中学生の時に必ず皆さん教わってることがある、地球儀を見て海が7、陸が3ですよ。だから誰が考えたって海の方が資源が多いわけですよ。かつては海に入れなかった、なぜか。僕の話を本当かどうか確かめるために今夜お風呂入る時にですね、そうですね、3センチから5センチお湯を増やしてくださいね。心臓悪い方しちゃダメですよ。数センチお湯増やしただけで胸苦しくなります、ね、僕は実は見かけより肺活量が非常に大きいんですが、それでも数センチ増やしたら胸苦しくなる。なぜですか。水圧です。地上にいる私たちでは想像できない、宇宙に行ってもそう大したことないのは1気圧から減っていくだけだからね。呼吸は苦しくなるけど、海の中は呼吸できないだけじゃなくてものすごい水圧で全部潰されてしまうから、海上自衛隊の優秀な潜水艦でも数百メートルしか潜れないんですよ、ね、だから日本は資源がないことになってた。それが今や海中ロボットが発達をして、実際にメタンハイドレートだけじゃなくてリアースってわかるでしょ。皆さん今日大半の人が携帯持ってます。レアアース絶対必要です。あなたの若い人もそうですよね。中国が南京虐殺なかったと言ったり、そしたら売らないぞって言ってるでしょ。何度も落とされましたね。それ陸上さんです。
チャイナの中国大陸から陸上で取れた、つまり簡単に取れるレアアース。でも日本はすでに私も協力をして海底5000メートルのところに海中ロボットを下ろして、マニピュレーターって言うんですけど、ロボットの腕こうやって、あなた男だけいいでしょ、グワシッと掴んで実際に持って上がって、本物のレアアースで僕も確認してます、船の上で。そのレアアースを調べたら中国産の純度の20倍なんですよ。わかります？だんだん話もっと戻していくと、これが今までの住民主の中の腐った部分にとっては都合が悪いわけですよ。資源がないと言っておけば高くてもしょうがない、みんなこの電気代が去年より2、3割増しになってるのによく我慢してますね。今日は堺駅の東口で遊説じゃなくて、このまま東京永田町までこの人数で押し寄せるっていうのが、これはね、僕は愛国者ですけど、正直これフランスだったら絶対大デモが起きて、もうマクロン大統領吹っ飛んでますよ。日本では安穏としてられますよね。そうでしょ。それは自分が主人公ということをみんなが学校で恐らないからだし、話をもっともっと戻していくと、例えば海底資源と天皇陛下のご存在と関係があるのか、関係あるってこと分かりますよね。ね、だから僕はなんとチェーン店だけどお寿司をご馳走して、今までの焼き鳥会議をもとにして住民人がタブーにしていること、天皇陛下のご存在どうやって守るか、久々と親王殿下がお馬になる前、まさしく自由民主党中心の内閣の小泉政権で、小泉純一郎総理と安倍晋三内閣官房副長官が女系でもいい、母方でもいいって決めてたでしょ。みんな内心まずいなと思ったわけですよ。まずいなと思ったけど、選挙に強い小泉さん、選挙のことばっかり考えてるから、ウグイス嬢を雇って名前を覚えさせてイメージカラーで爽やかそうに見せる、誰が騙されるかい、それ日本人をバカにするなってことでしょ。だから実は小泉政権で一旦女系冒険でいいんだと、天皇陛下いなくなるよりいいでしょうって脅しは、本当は日本は室町鎌倉の時代からもっと古代からなり手がいなくなることが起きて、父方一系で続けるって難しいんですよ。だから宮家っていうのを作っていて、男女じゃなくて父方一系で続けられる方をずっとリザーブしておくって宮家です、ね、ちなみに、まあ、ちょっとこの話詳しくしましたが、持統天皇とか皇極天皇とか女性天皇いらっしゃったのになと思うでしょ。それは女系じゃなくて女性なんですよ。だから即位された後結婚されてません、お子様もお産みになってません。愛子内親の殿下にもし即位していただくんであれば、即位なさる以上はご結婚なさるな、あるいはお子様をお産みになるな、それをお求めするんですか。古代ではそうやって耐えた女性が8人いらっしゃったんですよ、8人の女性天皇が。でも現代の愛子内親の殿下にそれをお願いするんですか。そんなおかしなこと日本人が選ぶわけはないでしょ。じゃあどうするのか、全然難しい話じゃない。僕の話はアンカー時代と変わってないのは、複雑なこと何も言ってない、複雑なことは言わないようにしてる。違います、世の中に複雑なことなんかないですよ。学者が新しい論文書くために、有名になるために、博士号を取るために難しくしてるんだって。資源の話もさっきので分かったでしょ、海に入れなかっただけですよ。地球は7割海なんですよ。じゃあなんでそこ探さないで資源がないってことになってるんですか。もう一回言いますが、ロボットが今普通に入れるわけですから、5000メートルのところまで、僕らはそれ実証してるんですから。どうでしょう、同じように天皇陛下のご存在を今まで通り守るんだったら、 GHQ が廃止した宮家、実は僕に食ってかかった官僚の中に何十年も経ってて、もうそんなこと忘れてらっしゃると言われたからびっくりして、あなた会いましたかって、会ってないでしょ、実はずっといつか国民が目覚めるのをお待ちになって、私生活を我慢してらっしゃる清宮家の方々がたくさんいらっしゃって、
僕は皆さんから票をもらったんで、国会議員の権利、できることを使って、国会の参議院の決算委員会って委員会に質問する前に、情報機関に議員としてお願いをして、何人待機してらっしゃるか調べてください。そうしたら全部実名で文書が届いたんです、ね、ちゃんと情報機関の責任者の名前も書いて、これを国会でどうぞ質問してくださいと。そうしたら7人いらっしゃる、全部男の子、20代2人と、あとは悠仁親王殿下よりもむしろ下の10代の子、親とも相談をして、いつでも皇統譜、僕らの戸籍じゃなくて皇室の戸籍に戻れる決心をなさっている方がいらっしゃる、ね、今現在数はおそらく変わってるかもしれませんが、でも何人もいらっしゃる。皇室に戻られたら何が起きますか。もう健康保険ないんですよ、ね、そして職業選択の自由もほとんどないですよね。なのにおそらく天皇陛下になれません。なぜか、ご上位がありましたよね。今後もそれ続くでしょうね。そうしたら悠仁親王殿下が即位されるのは、おそらく今10代半ばの悠仁親王殿下が40近くになられてからですよね。その時から陛下になられるんでしょう。そしたら悠仁親王殿下と同年配の10代の人たちは我慢だけして天皇陛下に結局なれないじゃないですか。それでも続けたいって人たちがいるんですよ、ね、僕はその実名を外して国会でこれを聞きました、ね、ということは自由民主党がまずこのタブーを破って、小泉政権は間違っていたんだと、自由民主党が間違ったことを国民に植え付けたんだということを認めるために、焼き鳥会議から超えて日本の尊厳と国益を守る会、略称を守る会を焼き鳥会議の発展系で作りましょうって言ったんです。その時話した相手は2人ですが、やっぱり寿司をご馳走してるんで即座にやりましょう。時々はお寿司も食べたいと、これほんまに言うたんやで、まあチェーン店ですから3人で食っててもなんとか払える。でその時に改めて、まあ、寿司はそこで終わって、翌日以降にもう少し人数を集めて相談をしたのは、まず天皇陛下のご存在を不敬一敬で守る、それから中国韓国が土地買いまくってる、はっきり言って維新は親中派でしょ、港が中国の武漢と連携をしたり、あるいは電力が上海電力と連携をしたり起きてますよね。ね、それだけで済まなくて、中国、韓国は中国のお金までもらって土地を買い漁ってて、ね、それを自由民主党の中で守る会ができる前からなんとかしようという動きがあったけど、ちょっとこれも名前は全部は言わないけれど、守る会の今のメンバーの中で一人頑張った人がいて、そしてなんとか新しい法律作って、最初の入り口、自衛隊の周りだけでも中国韓国土地買えないにしようと法律作ったら、その人が自由民主党のとても良心的と思われる人に呼び出されて、頭ごなしに何やってんのお前やめろって言われたと、ね、怒鳴られて僕の部屋に来られた、議員会館の青山さん、今こういうことがあったんだけど何だと思いますかって言われたんで、ちょっと待ってて、って会議室に待ってもらって、僕は隣の、まあ、狭い部屋ですけど議員室で電話あちこちかけて、その本人にもかけました、怒鳴った本人にも。要は公明党です、ね、公明党が中国の神経逆なでするようなことするなと言ってるんで、私は自分の選挙区で公明党総合学館お世話になってるし、みんなが青山さんみたいに自由なわけじゃないと、ね、その苦しさ分かりますよ、そうおっしゃったんで、そうですか、じゃあもうあなたはそれでいいですよ、で大先輩ですよ、よく知ってる人、民間時代から、でもあなたはそれでいいですよ、でも守る会はやりますよと、ね、あなたに怒鳴られた議員が今僕の事務所の会議室にいますと、彼とも連携しますよと、二度と怒られるのはやめてくださいと、もしも怒鳴ったら私に言うのと同じですよと言ったら、分かりましたって言ってくれたんですよ。以降一切邪魔されなかったです。
それでもちろん前のいろんな努力があった上でのことですが、守る会が大きな推進力にもなって、この間新しい法律が施行されて、まだほんの入り口ですよ、一部の土地ね、特に安全保障に関係ある土地は買いにくくした、一歩ずつしか進めません。でもこれもタブー打ち破った。天皇陛下のご存在はもっと画期的な動きがあって、結局安倍さん菅さんは僕らの提案を採用できなかった。でも岸田総理はおそらく安倍さん菅さんのできなかったことをやろうとしてるから、しっかり検討しますの岸田総理らしく自分がこう決めたとおっしゃらないけど、有識者会議なるものの報告書が出て中身見たら我々の提言とそっくりなんです。で、僕らの提言は、守る会の提言はこのインターネットで簡単に見られますけど、もしももっときっちり見たいって方は皇位継承のことを分かりやすく書いた漫画本今出してます。これ本売るために言ってんじゃないんですよ。その原作僕は書きました。2年間苦しんで書いた。もちろん時間がない、あの今日やった神事で昼夜分かたずやってる青山茂春とね、新官が言ってくださったけど、その通り真夜中に苦しんで苦しんで2年間かかって原作書いて、それを広金健二さんという尊敬する漫画家が漫画にしてくださった。その漫画の後に提言をそのまま載せてます。岸田政権の有識者会議とほとんど同じです。旧宮家の中から皇室にお戻りいただくとね、養子であれ何であれ、ね、そのためには法律を一部、法律って皇室典範って法律を一部改正しなきゃいけない。でもそれも含めてはっきり方向が出たんですよ。守る会は3つ掲げていて、1つは不敬一敬で天皇陛下のご存在を守りましょう、ね、もう1つが中国韓国にこれ以上国土を奪われるなと3つ目がスパイ防止法です、ね、もうだんだん皆さんから質問を受けなきゃいけない時間になってきたけど、なんと守る会ができてから自由民主党で議論すらタブーになってた3つのことのうち2つもう実現が始まってるんです。一つにはあえて申します、代表の僕が政治献金1円もくだらない、パーティー一切開かない、そこに出口秘書がいますが、うちの秘書はパーティー券売る必要はない、ね、しかも支持団体一切作らない、うちの秘書は支持団体に頭下げることがない、後援会作らない、後援会長置かない、うちの秘書は後援会長に頭下げなくてもいい、どっからも攻めようがない、ね、足のすくいようがない、ネットでいっぱいいろんなデタラメ書いてやってますよ、ね、しかし僕は他の73人の残りの会員に何も求めない、代表一人どっからもやられようがない清潔さを保っていれば、74人もいたら時々何かあったって、ね、それで会が潰れるわけがないです。しかし代表がこうであれば手の出しようがないんですよ。例えばね、もう全部具体例でお話してますからどうしても時間かかるんですけど、議員になって間もなくの頃に財務省やってきたわけですよ、ね、こっちは手の内分かってるんですよ。財務省がなんで議員とこ回っていくか、しかも結構偉い人がやっていくんですよ、当選1回でも。そしてね、先生のお地元、お地元って妙な日本語使うんですよこういう敬語を使うこと自体怪しいですけど、先生のお地元のあの体育館の前、私取り掛かったんですよ。そしたら左奥の非常階段がとっても危ないですねって言って帰るんですよ。そしたら普通の当選1回の国会議員はそれまでの主張がどうであれ、ああこれは財務省の言う通り消費増税必要なんだと、今の 10% よりもっと上に行かなきゃいけない、避けるなんてとんでもないって言っとかないと体育館の階段も直らないのかと思うでしょう。現にそう思うんですよ。ところが財務省が僕のとこやってきたらですね、お地元がないんですよ。全国比例の人って言っても
全国じゃとても手が使えないので本当は地元を作って団体支持もどっちゃり受けて、申し訳ないけど僕以外全員そうです。だから財務省も当然そうだろうと思ったら、調べたら支持団体がない、自由民主党の中で都道府県連に属してない、大阪に事務所があるけどあらかじめ申しました、大阪府連には属しませんと。私は文字通り全国民のために戦うんであって、申し訳ないけど事務所は大阪にアンカーのご恩で作りますけど大阪府連に入らないと言ったら分かってくれたんですよ、ね、そうしたら財務省は手がかりがないわけですよ。で手がかりはなくて僕を何とか排除しようといっぱい動いたのよく分かってます。財務省の中にも実は味方作ってますから、ね、そしたら盛りかけ事件が起きて財務省が文書改ざんした、ね、そしたら安倍さんから直接言ってきたのがもう他の国会議員に質問できないと、完全に自由出る青山さんしか質問できない。あ、そうですか、その代わり打ち合わせしませんよ、アンカーと同じですよ、やることみんな同じなんですよ、打ち合わせしませんよ、安倍さんとも全然しませんよ、その代わり自分で調べて、例えば家計問題だったら愛媛県知事の加藤守之さんという人を見つけてきて、本当は人口が減るんでペットも減る、だから獣医師を増やしたくない、だからなんと野党と自由民主党の政治家に獣医師会がお金配ってて政治献金ってことになってるけど実質賄賂でしょ。だから新しい獣医学を作らせないとなってる時に、さすが安倍さんは頑張ってお友達であっても家計学園の人に頼んで愛媛県に獣医学を作ることにした。だから県知事がやってきて僕の求めに応じて、しかも事前に会ってない、裏でつながることしない、リスクはあったけど僕は信じていきなり初対面で証言してもらった。そしたら悪いのはこいつこいつこいつだと、安倍さんはむしろ頑張ったんだと、話が逆さまだって言ったんですよ、ね、この質問の前にですね、話されてないのは財務省がやってきて僕は資料の改ざん僕は認めませんよって言ったらですね、それはもう分かっておりますと、青山先生のことでございますから、ね、いや本当にこう言ったんですよ、お地元もお持ちじゃないですから何喋っても嫌味やなと思いながら聞いてたら、で本日これをどうぞ、ね、A4 の紙1枚出したんですよ。思わず僕は受け取ってこれで A4 なんで違う違う、 うせやでお母さん、そんなこと言わずに真面目にこれ何ですかって聞いたら、タイトルにね A4 紙1枚の上にね、青山先生ご質問のイメージって書いてあるんですよ。でその下見たら 1234 って質問が書いてあるわけ。いや僕は本当に一瞬わけわかんなくて、何ですかこれって言ったら財務省の大変偉い人が、え青山先生これお使いにならないんですかって、は他の議員はみんな財務省関連の質問の時は財務省に質問書いてもらってるのかとね、言ったらあわわわって顔になってまずって顔になって、いやいやいや他の議員のことは分かりませんって、他の議員はやってなくてこれ持ってくるわけないだろうとね、それはしまおうとしたんですよ。そのくさと、ああ、はいって、それを奪ったんです、僕。奪って、これ実話ですよ、もちろん。奪って予算委員会で、その紙を出して、ここにいる議員はみんな、財務省に質問するのに、財務省に質問作ってもらってんのかと。恥を知りなさいと。でもね、やっぱり世の中捨てたもんじゃないのは、こうまで言ってて日本の尊厳と国益守るかい、お金知恵も動かない、ポストも回ってこない、国会の質問時間も回ってこない、全部派閥がそれやるのに守る会に入っててもない、なのに勧誘してないのに74人、岸田総理に総理の岸田派より30人多いですって言ったんですもちろん岸田派からも安倍派からも入ってんですよ。でも祭り事は一人ではできない、一人でいい格好しててはできない、これはやっぱり僕は亡き母亡き父、そして実は僕の心の拠り所、この堺の仁徳天皇とその巫女の半蔵天皇に本当に感謝するんですよ。自分を捨ててかかってることが誰にも自然に伝わるから、ボロクソに言われても
その中身を聞こうとする。それはさすがに皆さんが苦労して考えて投票してきただけのことはある。与野党を超えて選挙に選ばれただけのことはあって、自分を完全に捨ててると思った人間が目の前現れたら、自由民主党だけじゃなくて野党で皆さんに嫌われてる人、森友子さんとか蓮舫さんとか福山哲郎さんとか、僕の本当友達ですよ。考えがどれだけ違っても、考え違ってたら友達になれない。そんな人は国会で仕事しちゃダメです。考え違ってるから一致点を探す、ね、その上でもう質問入らなきゃいけないけど、堺の人にもう一度だけ仁徳天皇の、ね、ご存知でしょうけどお話をすれば、こういう小高い丘に仁徳天皇に置かれてはお登りになって、そして今日みたいに家々をご覧になって、夕ご飯時になっても煙が上がってないのをご覧になって、陛下自らがこれは税金重すぎるとおっしゃって税金取るのをおやめになったんですよね。消費増税反対、はい、話をぎゅっと縮めなきゃいけないけども、何年もそれをお続けになったので、最初はお召し物がボロボロになり、やがて宮殿に穴が開き雨漏りがして、ついに食べるものにも不足されるようになった。皇后陛下がたまりかねて、陛下もう何年も税金お取りになってない、そろそろお戻しにならないと私たちが飢えますと皇后陛下がおっしゃったら、仁徳天皇は何と答えになったか。いや違う、民が幸せになることだけが真の幸せである。真というのは天皇陛下の一人称でいらっしゃいます。世界史に燦然と輝く唯一の言葉です。堺は我が日本のふるさとだけじゃなくて、世界の民主主義の本物のふるさとです。これをしかも古代の時代におっしゃった、ね、古代と古い時代といえばエジプトにピラミッドがあって、実際に行ったら、皆さん行かれたらいいです、僕も何度か行きましたが、すごい建物だけど本当は王様と王族だけが死んでからも幸せになりたい、そのためのミイラであり、そのためのピラミッドですよね。仁徳天皇のお墓は敷地としてはピラミッドよりも、まあ、ピラミッド全部じゃなくて一つ一つ比べたら仁徳天皇陵の方が大きいですよ。それしか学校で教わってないですね。しかしなぜ大きくなったんですか。日本書紀にそのヒントが書いてあります。税金をお戻しになった、ついに税金取られるようになったのに、庶民が誰に指示され命令されたわけじゃなく、自然に集まって土を練り泥にして、まず宮殿の塀から再建を始めたと。日本書紀の中でも最も感動的な、しかも簡潔に書かれたもので、できれば原文でじーっと見てたら伝わってきますよ、ね、それがあるから全部つながってて、京都御所に守りはない。そしてそういうご存在を他のいろんな絵で続けることは難しい。だから府警一系で今までの天皇陛下のご存在を守らなきゃいけない。そのことを考えたら、もう一度言います、堺の皆さん、今日堺の人だけじゃなくても、この堺の仁徳天皇陵、そうやってみんなが仁徳天皇の治世に、ね、収められた世の中に国の理念を見出したから、みんなが集まって大きなお墓にしたんでしょ。そうでしょ。詳しい記録が残ってなくても、おそらく自然発生で大きくなったと僕は思ってます。その御子半世天皇に置かれても、お父様の理念を継いで上書きしかない皇居にお住まいになって、それが今神社として残ってて、宮司もちゃんといらっしゃる、忘れられた存在になってるのをもう一度思い出してください、ね、僕は来たる選挙公示になったらちゃんと選挙活動しますが、僕の訴えたいことは6年前も今も同じで、そして6年間蓄積したことの一つは、海洋資源を経済産業省が変わって、安倍さんの要件は実は当たってる、さすがといえばさすがですよ。自由民主党議員変わりました。だから守る会74人、ね、外務省も実は今日詳しく言う暇なかったけど、韓国に対する姿勢も変わりました、ね、今までは無条件に北朝鮮に横流ししてたのを、それを止めた外務省が、僕は部会で提言したことを半年後に実現しました。そして経済産業省は
一番劇的に変わったのは、日本の海洋資源を2027年度までに商用化する、つまり企業に出すと。あと5年ですよ。何十年もサボってきたことを、ついに目標も萩生田経産大臣が国会で明言して、しかもメタンハイドレートは天然ガスとして使うだけじゃなくて、実は水素が取れるんです。次世代のエネルギーの間違いなく水素が柱です。それを自前で作れる、ね、経済産業省ここまで変わりました。はばかりながら、もしも僕は自分の希望通り、本当は1期6年で辞めることを心の底では今でも希望してますよ。組織を率いるっていうのは本当につらいことです、ね、社員29人の独立総合研究所の社長も大変でしたが、もう独立総合研究所に戻らない、戻るんだったら今の社長の立場ないじゃないですか。だから初めて、人生で初めて自由な作家になって十分やっていけるんで、そうしようと思ってたんですが、なんと経済産業省、外務省、自由民主党の奥野院、そういうところの味方から言われたのは、みんな待ってるよ、青山さん、ちゃちゃ、青山さんが1期6年で辞めるのを。これ本当に教えてくれる人がいて、青山さんいなくなったら大逆流が起きる。経産省は実は人事が全部変わってて、民間時代僕と話してくれた人が今担当課長から部長、ね、そして長官までそのライン作られてるけど、これ全部入れ替わる、全部飛ばされると、ね、外務省も青山さんに味方した人は全部弾かれる。大逆流は必ず起きる。もちろん守る会は解体ですということを言われたので、比較的最近ですけれども、あの太とも、あるいは真美とも、そして入間がね、霞今受付にいてくれたんですけど、彼女たちと話し合ってもう一回やろうと。ただし6年前と何もやり方は変えない。公示前に選挙運動なんかしない、はい、支持団体ゼロ、イメージ選挙もやらない、ウグイス嬢も雇わない。ウグイス嬢の方申し訳ないけど、まあ、他の議員がみんな雇ってくれますから。そしたら井出口秘書が、彼は選挙に向けた、まだ始まってませんがチーフなんですが、ウグイス嬢ないんですよね。そしたら遊説場所行くまでの車の間どうするんですか。で、僕はですね、いろんな人に応援行ってますよね。例えば知事選の応援行ってね、候補は車の中でちゃっかり寝てたりして、なぜか僕は車の中でずっと丸々知事候補よろしくってやってて、これがしんどいんですよ。で、着いたらすぐ遊説でしょ、自分の選挙でそれやんのかと、と思ったら、ふとしのアイデアでテープにしようと。だからこの間事務所で吹っ込みました。スマホですよ、でも吹っ込んだのは。吹っ込んだ時に、青山茂春、青山茂春よろしく、なんと吹っ込むわけないじゃないですか。それだったらウグイス嬢雇ってるのと変わんない。だから圧倒目取ってる車なのに、延々と今みたいな話をしてるわけですよ、うん、だからほぼ効果ないと思いますよ。6年前楽しい思い出いっぱいあります。辛かったけど、特に首が痛くて辛かったけど、楽しかったのは生まれ故郷の神戸で2時間ぐらい喋って、自分の名前一回も言わない、ね、それでこう下に降りたらですね、神戸のおばあちゃんがね、あんた、あんかの青山はんやろって言われるから、そうですって言ったら、テレビ出んと何してんのって言われて、いや僕選挙に出るんですよ。何の選挙って記者会見と同じで聞かれたから、いやだからこの参議院選挙ですって言ったら、そんな間に合えへんでっておばあちゃんに言われて、しかもあんた一回も名前言うてへんやん、でタスキしてへんやん、タスキしてへん、ね、手袋もしてへんやんって、まあ関西ですからもろ言われまして、それで結局ですね、タスキはかけたんですよ後半ね。なぜかというと、何してんのか分かんないと。演説で名前言わない、手袋もしてない、タスキもしてない、だからなんかアンカーが潰れた代わりに、ね、その代わりに街の真ん中で何か話してんのかです。これ本当に思われてたし、いまだに堺ではまだないけど、大阪の天神バス寺とか歩いてると、ね、おっちゃんとかに、大体おっちゃんですけど、あんた青山さん
そうやろ、最近テレビ干されてるな、出てへんな、ね、そろそろ選挙出たらどないや。この間も言われたんですよ僕。それでお父さんもう6年ぐらい議員やってるんですけど、何の議員って言われたんですよ。だから本当に6年もテレビに出てなければ全部お断りしてるんで、テレビ大阪も何も、だから忘れられてますよ、ね、だから落ちるなら落ちたらいいですよ。今まで通りのことやります。なんと1個変わったんです。はがき作ったんや、はがきを。それは一番最初話に戻ると、48万1890票って票が入って、僕はどっちかというと少ないなと思ったんですけど、自由民主党は大ショックで、党とかあるいは情報機関とか NHK とか朝日新聞とか一部の報道機関が、まあ、彼らのやり方で調べたと。そしたらこれは報道機関じゃなくて政府のある人から言われたのは、今まで選挙に行ってない、政治が嫌いで汚いと思ってて自民党を支持しないどころか選挙に行ったことない人がいっぱい行ってると。青山さんの票はそれが多いと。でさらに調べたところ、投票所行って2枚目の紙に自民党と書いて青山さんと入れたつもりの人が、これ推定だけどって言われましたけど、40万人以上いると。だから合わせたら大体100万近くなってくるんですよ。それで自分に不利って話してんじゃなくて、これ制度が悪いんですよ。参議院選挙の2枚目は政党名書いてもいいし個人でも書いてもいいってなってるんですよ。どっちやねんこれ、ね、政党が自分たちの都合いいことだけやってて角突き合わせてるうちにこんなムニャムニャになってしまった。わからないのは当たり前ですよ。だからはがきっていうのは、もしもね、決めてる個人の名前あるんだったらその名前書かないと政党名書いてもその人の票にはなりませんって、そのはがきを作ったんですよ。でも支持団体ゼロですから宛先がないんです。宛先がないから旭川から始まって堺で終わるこの僕らの国会で受付していただいて、そこで送れる人にはそのはがきも送ろうって話になってるんですよ。まだ刷ってないので、果たしてするお金があるかどうかよくわからないんですけど、だから主には自分の票が生きるようにという意味です、はい、だから6年前と違うってね、太氏その1点ぐらいだよね、まあ、6年前は彼まだいなかったんですけど、彼は僕が当選してから公募して応募してくれたんですよね。前からいるのはマミだけです。じゃあマミが一番この今回ハガキだけは作りましょうと。なぜか、やっぱ制度が分かりにくいから。それは皆さんのところ、今日受付で住所書いてくださった方には届きます。はい。それはまあ周りの人とも話して、僕に投票してくれって話してんじゃないですよ。それは皆さんの、これ本当に僕は心から言ってますけど、獣医師です。一番大事な試験の講師ですから、その時に自分の思ったように票が生きるように、まあはがきにそれを、まあ太志や天海と、あるいは和美と僕は相談して、デザインも決めてハガキを決めました、はい、割と分かりやすくなっていると思います、ね、はい、それを見てください。で、公示前ですからこれ以上言えないんですが、ちなみに本人と分かるんであれば、漢字だろうがひらがなだろうがカタカナだろうがどの候補者でも全部 OK なんですよ。僕と同姓同名の人が出たりすれば別ですけど、今のところそうじゃありませんから、どんな書き方でも大丈夫です。そこはさすがにね、お役人もみんなの票が生きるようにはしたいと思ってるから、区別つくんだったら拾ってくれるんで悩むことないです、ね、はい。じゃあ太志、時間がちょっとあれだけど、あと1分もあるよ。じゃあ質問がある方、当てるのは太志くんなので、え、一人だけだそうです。はい、一人だけ太志の眼鏡にかなうように手を挙げてください。どうぞ。はい、どうぞ。 ありがとうございます。はい、女性、この5年11ヶ月の先生のご尽力と素晴らしい成果に心よりの感謝を申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございました、うん、どうぞ質問を、はい、日本一
本一緊張せんでええよすごい緊張してます、うんうん、日本一高血で高血圧日本一高血な議員でありあすごい緊張してる大丈夫言いたいこと言うたらええねんやはい、はい、志高い議員集団を、はい、組織されてる青山議員に、はいはい、日本自由民主党の総裁となっていただき日本国の内閣総理大臣となっていただくことを渇望しております。太氏が偉い質問に当てたわ、はい、了解、はい、質問はちゃんとお受けしました、はい、まだ質問になってません。あの、はいはいはい、すみません、どうぞ。うん、私がお聞きしたいのは3点あるんですが、うん、申し訳ないです、はい、青山議員が内閣総理大臣になられる意義、うん、もう一つは意義です。で、うん、青山議員が青山内閣がこれまでと内閣との違ったところ、もう一つは青山政権が日本を復活させるためになされること、その3つをご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。これやっぱり井出口秘書の直感力すごいですね。究極の質問やな。全部僕は総理になったらっていう前提になってるやん。それはね、まず総理総裁は総裁選挙で自由民主党は公正に選びます。本当に昔はお金動いた、政治記者だから知ってますが、今お金動きませんほとんどね。だから随分良くなってます。ただ参議院議員からなるのは総裁なのは極めて難しいので、まあ、はっきり言うとこれは売り込みじゃなくて現実にこの参議院選挙でどういう票が出るのかということに左右されると思います。その上でもしも2024年の総裁選に出る資格があるような結果になったとしたら、仮にその先はあくまで仮定ですよ。で極めて難しいですよ。まだそれでも当選2回ですから、当選したとしても落選したら終わりです、ね、落選したらこの僕らの国会も永遠にないです。国会にいないんだから、本当に。だからあくまで仮定のまた仮定ですけど、もしも僕が総理総裁になるときが来たらですね、それは間違いなく革命政権です、ね、うん、革命ってのは本来僕は使うなって言ってきたんですよ。中国の皇帝が、ね、次にもっと欲望の人に殺されるのが革命ですから。でもそこを外してあえて言うと、今までの政権では考えられないことです。そうすると中国、韓国、アメリカに対する態度は全く変わります。でも一番大事なのは、さっき3つお聞きになったことをいわば束ねて答えると、もしも僕そうなったらやることの一番は経済です、はい、強い経済あってこそ自立した外交もあるし、拉致被害者の救出もあるし、ね、まず経済です。それを考えると、ちょっと短い時間で話すのは無理があるけれども、本当はですね、一つの税金だけで、後の税金いらないようにすることができます。これ、まあ、すごく短く言うと、現実話してるんですよ。何の税金いらなくなるか。消費税、所得税、法人税、相続税、全部いらなくなる。どうすんのか。デジタルを一番よく活用したら、実はこの国の決済、ごめんなさい、取引、ガム1個買う、1億円で買う、どんなものでも実はデジタルで把握できるようになる。そしたら全部の取引、決済するとき、お金払うときに 0.3% の税金かける。1000円のもの買ったら3円です。今だったら消費税1000円のもの買ったら100円取られる。33分の1になります。ところがこの決済税だけで
期待できる税収はなんと年間130兆円です、はい、今使ってるお金が、国が使ってるお金がだいたい107兆ちょいですから、お釣りが来るんですよ。他の税金なしです。これ公開の場で明らかに言い過ぎなんですが、誰と具体的に議論したか、してるかというと安倍さんです。今の上の人たちで一番経済分かってるのはやっぱり安倍さんです。で、安倍さんとこの議論した上で僕は安倍さんに申し上げたのは、安倍政権ではできないって言ったんです、はい、選挙に勝つために左の側にウイング伸ばすような政権ではできないと。これできるのは革命政権だけですと、はい、まあひょっとしたら安倍さんは2016年にえらいことを言ってしまったなと、なぜか関西弁で思ってるかもしれないですね。外務省が変わる、経産省が変わる、自民党議員が変わる、ついに革命政権。まあある意味警戒は安倍さんというのもされてると思いますが、これぐらいのことをやらないとこの賃金が全然上げられない、日本だけ取り残されてる、このことは変わらない。大阪の堺、大阪、ね、維新が大阪で強くなったってちっとも良くなってないじゃないですか。そのことを考えれば、まず経済、そして資源は当然自前資源、日本の姿がどれぐらい変わるか分かりますか。そして教科書に反税天皇や仁徳天皇のことが記されるようになったら、子供たちの目の輝きが変わる。そして経済は根っこを変えるって意味であって、教育が変わるとどうなるか、今どうしていじめが起きるか、どうして自ら産んだ子を殺すような親になるか、目的がわからない。何のために勉強するのか、何のために働くのかわからない。でもこの大阪堺が示すような人のために生きる、その国家の理念を取り戻したら、勉強するのも仕事するのも全部目的がみんなの共通、人のために生きる。僕は東京大学や近畿大学で教えてきましたが、特に東大生、受験勉強の勝者の東大生言ってきたのは、君らこのまま人生うまくやって出世してどれだけ偉くなっても死ぬだけだ、自分のことを考えるなら人生ほど虚しいものはない、もしも受験勉強までは自分のために勉強してても、その後東京大学入ったらみんなから税金いただいてることも含めて人のために学び、人のために働くと決めたら、自分の命が失われても命がつながっていって、初めては私たちは虚しさから逃れることができる。人のためにいる、生きる、世界にない国家の理念を日本はもともと持っていたんです。できないことをやれと言ってんじゃない、できたから芝垣神社が今あるんですよ。あの反省天皇の時代は人々がみんな苦しまずに生きた時代だという記録が残ってます。そのことを考えれば、私たちは国家の理念を取り戻す、そのためにはまず強い経済を、デジタル庁のような中途半端なものじゃなくて、ね、みんなが利益を得られる決済税だけにする。そしたらもう一回言いますが、1000円の取引で、ね、100円取られたのが3円になる。どれだけ今までの重い税金の感覚変わりますか。みんな物を買うようになります。そうでしょ。税金が楽になるだけじゃなくて、みんなが買うようになる。買うようになったら中小企業も作ったものが売れると、賃金上げられるじゃないですか。経済も難しい経済学者の話聞きたい人は聞いてもいいけど、物事の根幹を見る癖がついてたら、外交安全保障、テロ対策、危機管理、経済、全部実は非常に分かりやすいことが分かるということです、はい。まあ究極の質問いただきましたが、とりあえず近づいてるのは参議院選挙ですよ。はいはい、じゃあ太志君にお返しします。はい。はい、質問できなかった皆さん、本当に申し訳ございませんでした。この後は会場を移しましてというのは言い過ぎかもしれませんが、3時半から堺駅東口のロータリーにて街頭演説会を行います。また皆さんにお会いできたらと思います。それではこれをもちまして、参議院議員青山繁晴の僕らの国会は終了となります。まあ、選挙後もまた皆さんにお会いできればと思います。よろしくお願いします。本日ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあ栄駅東口でお会いしましょうね。ありがとう、はい。